お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら30日でホグライダーを極める企画7日目でございます。というわけでやっていくんですけど、今日のね早速プチテーマ発表したいと思います。でプチテーマね、もうネタがなくなってきましたね。なんか良さげなのあればコメントお願いします。今日はねテスラくんにね、注目してやっていきたいと思います。テスラの置く位置であったりだとか、あとはテスラの延命ね、っていうのをポイントを上げてねやっていきたいと思います。テスラマジ置く位置でね、ホグ釣れる釣れない、バルーン釣れる釣れないだったり、あとはクエイクが当たるだ当たらないだだったりだとか、本当ずれやすいんでね、そういう細かいずれとかも、まあ、ずれやすい分意識してね気をつけてやっていきたい。そして延命ね、できるだけやった方が最強なのでテスラね、はい、延命も意識してやっていきたいなと思います。というわけで早速レッツゴー。さあよろしく。テスラね、マジでずれやすいんですよ。他の施設ともうなんかね異常なほど違うっすよ。もう全然使ったことない人ね、使った瞬間びっくりするぐらいテスラはね置きたいところに置けないんですよね。いやこれね使ったことある人じゃないと何言ってんのってなると思うんですけど、よいしょ。さあホグでねいい感じにエリババコウモリ、ゴレクロ。いやなんかわかんねえなこれ、なんでしょうね。エリババコウモリ、さあとりあえずゴースト、ちょっとわかんないですね。まあテスラはおい、三子でもコウモリだからな、ちょっとわかんないですね。まあゴレの可能性もあるし、三子っぽいですね。こんなリポンは美味しいですね。うわーすごいな、なんかうわー来ましたね。やだめ。まあ、これでも、エリババとか回ってなかったら。あ、コウモリ回ってたか。持ってねえな。アイスピソーリアよかったな。ホグ、一発しか入んないんですよね。そう、コウモリ。さあ、コウモリ、ゴゴモリ、エリババ、やだめ。まあ、ジャイか。ジャイか、ゴレか。そんな感じっすね。スパーキーとかもまあ、ないことはないよねっていう。で、あ、これ待って、ミスった。ハシマウッドとバルキリーミスった。ケツスパーキーとか。まあ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 、ゴースト使わせられたならね。これちょっとウッドムってここでやっつけちゃいたいね、あのゴースト。おい。さあ、エリポン置いてくれますね。これだって美味しいっすよね。めちゃくちゃ美味しいっすよ。で、今ホグ飛ばすと、まあ、エリババかガゴムレの2択なんですよ。で、こういう相手多分ね、ケツスパーキーとか来るからね、逆サイにプレッシャー与えます。さあ、アイスピコール。これ矢の網読みとかしてくれねえかな。あ、ロケホ読み矢の網とか。いや、してくれないっすね。さあ、城からユニット出して、テスラも置きます。で、ここで逆サイホグを飛ばすと、いや、このテスラちょっと早かったかな。エリババとかで対応。わお。全然エリババとかじゃねえな。いや、これちょっとなんか嫌だね。まあ、一周目のロケット押しを延命すると、いい感じね。さあさあさあ。でこの問題、ゴーレムも守んなきゃいけないので。あと、あそこのコウモリもね、結構やばいね。いや、でも意外と守れてる方ではある。さあ、これちょっと遅れてもう一回バルキリー当てましょうか。まあ、逆サイホグ飛ばしてもよかったけど、いや、いい。竹が変わってる。これ三子来るかな。さあ、あ、クエイクってもいいけど、どうせ次のリポンに僕もう一回クエイク回ると思うんでね。でも無理やり回します。で、この、まあ、三種はほぼ無視もできるし。まあまあまあ。さあ、SP 飛ばして、ロケホからの、まあ、クエイク打って、オッケーオッケー。いや、クエイク強え、エリポンにだけ。異常に強え。で、今、ヤナム打ったので、僕の次のロケット押しがめっちゃ強くて、これさ、結構ぶっぱタイミングだと思うんですよね。ガゴムレ？エリババか？なんかが来ます。でも、エリババ、来る、このロケット押しが残って、もう一発？いや、これ、あー、もう一発入れてくれよ。ちょっと延命したいね。延命してあげて、こっちにもロケット押し出してあげると、2箇所にいるからね。ロケ砲が。問題はこのゴーレムのダメージを入れるのが良くないから、後ろも抑えたいけどね。後ろも抑えつつ、このゴーレムのダメージも抑えて、テスラをここで置いとくと、何か追加来ても、オッケーオッケー、気合で、気合で。気合で耐えれるぞ。テスラ？テスラ？ロケット式やなめに行かれる。いや、テスラ強え。で、この、ゴースト抜け、ゴースト抜け。オッケーオッケー。
ナイスカバ、ナイスカバ、ナイスカバ。いや、コウモリだけやって。いや、ダメ。ホグが入って、ナイス！オッケー。いや、なんか、えぐいの引きましたね。初めて見た、こんなデッキ。さあ、続いて、よろしく。いや、マジね、2周目、3周目のテスラを置くっていうのが、本当に大事になってきます。大型に対して、マジで勝てなかったんですけど、なんかね、2周目テスラとかも余裕で置いちゃうんですよね、こういう並べて。2周目、3周目はね。最低は、オリーだからな。エレジャイ、まあ、ロイホグ、ロイジャイ。まあ、多分その3つ、アスケラの可能性も一応ありますけど、ボンバー出てきたので、まあ、ほぼ確でエレジャイでたまにゴレ、みたいな。そんな感じだと思いますね。さあ、この低めのスケはあんまよろしくねえかもな。暇になるよな。さあ、暇になるので、ロケホ出す。端前エレジャイ用にちょっと、うおファイボ？ロイジャイでもボンバー入ってないんだよな。なんだこれは。オリファイボのボンバー。ベビドラ。ゴレファイボかな。あ、スケラか。ごめんなさい。全然俺言ってること違う。遅延スケラだと思いますね。遅延スケラの、もうノーとかもないですね。遅延スケラですね。間違いなく。さあ、で、まあ、トルネがあるから、ホグを飛ばすのかってとこなんですけど、多分飛ばすんですよね。飛ばした方がいい気がする。結局、どのタイミングで飛ばしても緊急度されるので、まあ、飛ばせばいいみたいな気もする。うわ、すごい。積極的なもう削りファイボ。しかもこっちサイド、ロケホ読みとかなのかな、今の。まあ、ホグだけ飛ばして、まあ、檻もあるけど、さあ、ロケホで、えい、相手ミスらないですね。さすがにね。まあ、勝負はこっからですね。あのね、もう上手い人ね、相手の、でいろんな多分立ち回りがあるんですよ。その、なんだ、クエイクで削りまくるだとか、多分いろんな立ち回りがあるんですけど、僕がね、見てすごって思ったのは、もうクエイクスケウッドで一生守ってました。なので僕も一生守りたいなと思って、スケラを。ここね、スケと、クエイク、あ、俺のスケが、俺のスケが下手だけど、よしよしよし、これもう一生守ってました。でも勝てないじゃんって感じじゃないですか。でも相手のダメージも入らないから、みたいな。だからテスラがね、あの、ファイボでやられるところにね、置いたらダメなんですよね。さあ、で、もう一回クエイクと、これで完封します。で、ウッド打って、はいはい。いや、でもこのファイボ削りをされると良くないから、っていうね。いやー、むずいですよ。これさすがに逆サイド行きたいよねっていう話。ロケ砲、端前削りとかね、そういう細かいとこなのか。これでも一発オーガ入るよな。いや、一発マジででけんだ。マジででけ。さあ、出して、出して、ホグ飛ばしていけどな、ここ。まあ、クエイクと、いや、スケだけでいけるな。オッケーオッケー。いや、いいホグではあるけど、いや、一発、いや、いいよ。ワンチャリよ。さあ、アイスピで削る。なんか流れとしてはさ、なんかいい感じになってきたな、今俺。さあ、テスラ置きたいよね。テスラ置きたい。テスラ置いて、ホグ飛ばして、延命！オッケー。でかいでかいでかい。さあ。いや、相手はもうファイボ削りしてますね。そう、ウッドで、やべ、あ、ボンバ？ほんとそれだけダメ。で、次が、トレに今回ってないから、で、オリがどこに出るかだな。低め。これでもさ、トレーニング回ってる？これで回ったのか。いや、強えな。いや、もうクエイクのダメージが。お、テスラ寝てる。寝すぎ、寝すぎ、寝すぎ、寝すぎ。さ、ホグとロケホをクエイク。いや、ワンチャル、マジチャル、マジチャル。いや、いい。ちょ、これ、ウッドで延命する。ウッ、あー、ロケホが。いや、マジで、俺、遅延スキルにほぼ勝てたことね。これさ、回ってなくない？テスラ置いて、テスラゲーミング、テスラゲーミング、テスラゲーミング、いや、テスラもっと働け、おい、仕事量増やすぞ。さあ、クエイク、クエイクって、いや、
クエイクもう一周回せないのか。いやーホグ飛ばさずクエイクで行ってたらワンチャンあったかな。うわー惜しいな、マジで惜しいよね、マジで惜しいよねっていうね。これ勝てるようになりたいね。あと23日あります。余裕です。細かいボンバーとかベビドラとかのあのダメージなければ多分勝ててたんですよね。だからもったいないね。ああいうのちょっと気をつけていければ。さあ、ホグでもう遅延スケラにね、勝ってるようになったら何人も負けないよねっていう話。超きついっすよ。遅延スケラ。多分ゴレクロとかよりもきついんですよね。多分。さあ、なんか来た。めっちゃ来たな。これ、頑張れるか、バルキリ。頑張れ。コウモリやりゴブギャング、迫撃かな多分。ってことはもうクエイク構えたいよねっていう。でも空振ったら怖いからな。いや違う、取るね。ああ、メガナイトか。さあ、これ近起動したいと思いますね。で、メガナイトの後ろに、まあ、インドラが来んのか、やりゴブとかが来んのか。いや、これなんですよね。これね、もう近起動できないですよね、ぶっちゃけ。本当に。困難されたら。まあ、だからこれはしょうがないね。相手がまあ金起動させないように立ち回ってるから。さあ、ロッキー保険名できたら熱いな。これもう4個走る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 。連打連打連打。連打したらね、ちょっとだけ早く出るよ、ホグ。まあ、嘘ですけどね。さあ。いや、攻め打っとか。攻め打っと打つ勇気。俺にはなかったな。うん。まあ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 。いや、これはね、マジ序盤金起動したい。本当にキング起動したいんだけど、相手もね、されまいと、こう、公園にインドラとかやりゴブとかいろいろつけてくるんでね。リスクを負って、成功させるか、もうね、絶対ミスはしないように、キング起動諦めて立ち回るかっていうね。このテスラはまあ、延命しなくていいかな。相手が壊しに来てるね、勝手に。あー、SP が減った。さあ、このやりゴブのね、数発が、勝敗分けますよ。ロケ砲最強だからな。相手ザップで、メガネとコーツですね。久しぶりに見たな。そうそうそう。ロケ砲無双だから。ロケ砲だけ。で、テスラも置いてあげて。テスラ置いてあげて、ホグ飛ばしたいね、今。クエイク打ってあげて。いやー、クエイクじゃねかったかな。これテスラ延命する。なんかやっとった方がよかったかもね。いや、でも強えな、もう。テスラミリで爆働くっすよね。オッケーオッケーオッケー。今ぐらいのタイミングでちょっとホグも飛ばしていきたいよね、これから。さあ、テスラ植えてあげて、テスラ植えとけばな、基本なんとかなるんでね。で、あれ、ウッド打って延命してあげたいね。で、ロケット押し回る。一旦ね、ホグは我慢。相手ディガーやってきたから、これはいきます。だから相手のディガーと被せるのいいっすよね。で、クエイクも打って、お、いいね。なんか、ホグ使いっぽくなってますよね。なんか、前よりね、余裕がありますね。プレイにね、そう、余裕があるんですよね。さあ、ロケット押し出す。テスラ。相手はもうメガナイトインドラを徹底してますね。まあ、確かにこの後ろのインドラ嫌ですよね。さあ、アイスピで、インドラをね、リセットしてあげて、みたいなね。で、ここまで来ると、最悪もう、なんか俺はクエイク削りで逃げ切るとかもできますから。ここで一回テスラ置きます。で、テスラはちょっとね、気持ち内側目に置いてあげてね。相手のインドラとかも殴れるようにね。これもしかしてだけど延命する？そんなことうまくいかねえか。こうホグ飛ばしたいな。よいしょ、これキング。あ、キングいた。おい、狙ってました。さあ、クエイクケースリーの始まりだ。テスラ61とか言われたけど、このテスラすげえ邪魔なんだよな。さあ、低めに置いちゃおうかな。低めに置いて延命したいねっていう。で、こっち側に寄せてあげて、そうすると、なんかインドラの竹とかをリセットしやすいんですよね、なんか。さあ、で、テスラを、置く位置とかも多分ね、ここまで来たらどこでもいい。多分なんですけど、ここまで来たらどこでもいいんですよね。こうホグ飛ばすとね、もうめっちゃ刺さるっすよ。クエイク打って。さあ、無限ロケホ、ナイス。まあ、これはね、
もう噛み合いしようかなと思いますね。テスラをどっかに置いとけばなんとかなりますね。よろしく。あら、なんか同じような名前の人見たことあるんですけど、このその人はね、ゴレ使いなんですけど、なんか違う、鬼じゃねえな、同じの。おい、来た。ちょっと1個内側でね、なんかね、ど真ん中に置いてバルーン釣れないのがね、マジで怖いの。さあ来ましたね、バルーン。バルーンは嫌ですよ、マジで、マジで嫌ですよ。まあ、今バルーン咲いてるから、ラバーと光栄軽いのしか来ないから、まあ、ちょっとやりやすい流れではある。 でもテスラがないから逆にラバー溶かせないよねっていう。うわ、これやばいっすよね、マジラバー、マジ強え。まあ、これテスラでさ守りましょう。ダクネ、ダクネはやばい。これちょっとホグで、あのダクネ時間稼いでいいですか。オッケー、ちょっと今までしないんですけど、あんまこういう受けをね、バルキリーで受けてもなんかもったいない気がしたんで。さあ、でこれはね、ロケ砲が多分右を向いてくれる、向けで一発でね多分抑えられる気がするんだよね、俺の記憶が正しければ。オッケー、さあこれ残ってるからつなげて、いやまあダクネもやだし、バルーンもやだし、ヤナムもやだしみたいな。あー、バルキリーもやだしね。で今だったらスケルトン部隊かな、多分俺の予想が正しければ。きたー、よし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 。もうインドラはね知らない、いや殴ればいいよ。問題はね、後半ラバルダクネやだめとか組まれて守れるかっていう話。気合でね、マジで、まずラバ出された瞬間にテスラとロケ砲出しますからの、スケアイスピウッドでもう一回テスラとロケ砲出して守ります。これ大事。でもこのロケット投資がやられたらまずダメで、テスラ置くで、こっから、まあ、逆サーブ多分飛ばしてもいいのかもしんないけど、絶対延命して余裕あるからホグ飛ばすじゃん。でヤナム打ってきた。でこれ多分ねテスラに行くと思うんだよね。そう、テスラに行く。いや、いいよ、いいよ。いや、いい、いい。マジで、マジで、うまい。うわ、ライトニング。うわ、ライトニングは違うて。違うて。俺の今までの頑張り何だったんや、言うて、マジかよ。いや、めっちゃいいかって。今、めっちゃうまかった、俺。自分で。ああ、こうなったらやべ。マジかよ。めっちゃ頑張ったんだけどな。マジ。鬼頑張ったんだけどな。しかも、なんか、ダクネね。エッチいとこから出してきましたよ、本当に。インドラ用ね、ちょっと警戒してね。さあ、ロケット押しに早くヤナム打ってくんねえかな。打ってくれたら、まあ出すんだけど、もうこのインドラ、もう帰って帰って、帰ってって感じ。さあ、いやでも、いやー一発入るな。俺の頑張り全然だな。いや、流れは悪くないんだよね。一回ぶっぱしたいけどね。残ってるし、インドラ、いやインドラに飛んだし、いやこれタゲ外れろ、いや外れねえのかよ、強すぎだろマジで。近づかないで俺のロケホンに、俺のロケホンに近づくな。あマジで、あいやうまくはなってんすよ、いやマジでうまくはなってるよねっていう、まあ、自己暗示みたいなもんだよね。これライトニングじゃなかったわ、絶対勝ってたな。何しライトニング入ってんや。いやー悔しいね。いや、めっちゃ良くなってるね。あれもね、不良の事故みたいなもんですよ。さあ、よろしく。ホグを飛ばさず、ウッドから行きますね。ウッドクエイク。さあ、ゴブドリですね。ウォールブレーカー2が来たら速攻テスラ置く。さあ、流行りの高回転ドリルで、まあ、中身ですね、相手の。おー、まさにくど。んあのマザネクドリルだったら人気デッキって言われる、まあなんか嫌なデッキですよ。ムートとかホバとか、んそれこやこや今の感じ、なんかムートとかゴーストユーノとかいて、陸牛がね、で陸でめっちゃ攻められるとね、こっちバルキリーしかないからきついんですけど、今回の人はなんかこやこやか、んいやーなんかよくわかんねえな。
メガネット、いんのかな？いやー、わかんねえな。エレキマゼネ構文。言うんでしょ？わー、ペッカーっすね。なんかちょっと変わったデッキだな。さあ、スケラなのかな？いや、でもドリル入ってたしな、みたいな。いや、エレキからやるの、天才すぎ？ね、これ、アイスピト。ロケホウッドぐらいで。いや、いい防衛。しかも、ロケホウ残ってるから、ホグ。いや、これ、多分もう、100-0 ぐらいの相性引きましたね。取り根もない。ああ、相手から多分呆れ合いましたね。ペッカ自体は相性が良くて、で、今回ドリルじゃないですか。で、まあ、ドリルも、高回転ドリルはきついけど、テスラがね、まあ、きつかったりなんですけど、今回の相手はオーブンなので、まあ、全然オーブンもきつくなくて、みたいな。まあ、そんな感じで、なんか相性がいいのと相性がいい噛み合わさったデッキでしたね。これはね、ラッキー。僕は人参さん、よろしく。僕はこんにゃく。柔らかくて、ぷにぷにしてる。みたいな感じ？さあ、ユーの、ペッカか、まあ、神器デッキか三種ですね。さあ、テスラを真ん中に置きます。で、ちょっとね、一個だけ気持ち低めに置いてる。というのも、まあ、2周目のユーナだったり、タルババだったりで、テスラの前にね、転がされるのが嫌なんですよね。延命できるんでね。この位置だと。さあ、スリーマスケの方かな？三子っぽいですね。さあ、暇なので、ロケ砲展開。まあ、これ多分、相手、金起動したいんですよね。だから、されたくないよっていうホグライダー出していきます。で、サバルキリー、ウッド。スケで全てを回収していくと。で、逆サイユーナ来たら、真ん中アイスピでね、こっちに持ってきてあげると、いっぱい走って、そしてホグライダーと。いや、いいね。で、タルババで、ロケット押しはやられてしまうけど、みたいな。まあ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 、悪くはないよねっていう。で、今相手逆サイドにユーノ振るっていうユーノもないので、まあ、バルキリーで抑えちゃえば大丈夫ではないのでしょうか。さ、ホグ、三子はね、まあ、なんかこっちが変なことやんなければ大丈夫だよねっていう気はしてる。テスラを置きまくれば。で、テスラをちょっと高めに置いてしまうと、真ん中ユーノとか、真ん中タルババでね、さっきも言ったんですが、壊されちゃうので、まあ気持ち低め。まあ、ど真ん中より1個下ぐらいには置いていきたいよね。これザップも来ないから、安心安全のスケルトンでね。これちょっとアイスプ削りでね、いじめていきます。ちょっかいちょっかい。さあ、タルババ咲きましたね。ロケット奉仕パーティータイム登場。で、ゴースト、めんどくさいですよね。で、ゴーストに、こういうの使うと、相手はね、すぐ三十四天回想してくるんですよね。まあ、バルキリーがいない時の三十四は強いですからね。さあ。まあ、低めに出してあげて、こういっぱい残ってる間にホグとか飛ばしてあげてね。ここで相手がね、対応してきたカードも、この残り物のね、僕の、残骸って言ったらすごいユニットたちにかわいそうなんですけど、まあ、テスラとロケホン残ってる間に、さあ、攻めると、この残り物でね、回収できるので、でかいですね。残り物で晩ご飯済ませる感じ。そしたらやっぱ安くね、つきますし、コストも節約できるよっていうね。さあ、いい話。さあ、ロケホン展開。これ、ケツバルキリしてもいい気がするな。で、2周目のバルキリを左に当てる感じ。よいしょ。連盟。おお、いや、いらねえな。もしかして2周目のバルキリー。でも、この間、ホグとか飛ばしちゃってね。なんか、守れそうですからね、いっぱい。これは、延命してあげようか。で、テスラを置くと、安心安全。まあ、テスラあるだけで勝てますからね。よいしょ。ホグ飛ばしてえな。まあ、左に絶対対応きます。あ、三子か。これ、ちょっと、やばいかもしれないな。調子乗ったな。よくあるぞ、これ。いつもなんか勝ち格からなんかやって負けろみたいな。いつものやつじゃねえのか？いつものやつだけはやめようぜ、俺。さあ。アイスピでね、凍らしてあげて頑張ってほしい。いやー、いい！アイスピウッドがうまいの、俺。たまたま。さあ。まあ、ここエリババー。で、ここ延命できると、神。あ、でも、自分から言っちゃった。そういうことじゃないんだよね。
まあ、ここは逆サイド目に出すとゴーストも多分釣れるので、まあ、U の追加来たら陸受けなくて嫌だよねっていうホグ受けしようかなみたいな。さあ、これはもうクエイクでね、削っていきます。やべ、延命、延命。俺今日なんか延命下手だな、マジで。さあ、こっちですね。さあ、ちょっとだけね、汗って感じですけど、まあ、大丈夫でしょう。よいしょ。クエイクウッド圏内でしたね。いやー、ちょっとね、後半焦りましたが、まあ、テスラあるんで、って感じでね、テスラ置いてから、しっかり立ち回るのが大事かなと思います。というわけで、まあ、ホグクエイク、ちょっとむずいね。マジでむずい。あとちょっとっていうのがやっぱいっぱいあって、そのあとちょっとの爪がね、ちょっとほんとむずいので、マジもっともっと勉強します。はい、頑張ります。というわけで、今後もね、ホグ企画やっていきたいと思います。マジで頑張ります。では、終わります。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。お疲れちゃんでした。またね。